一般路線バス電車代替バス小倉自動車営業所は福岡県北九州市小倉北草水町目にある西鉄バス北九州のバス営業所の一つ西鉄バス北九州本社及び北九州高速自動車営業所に併設されており砂津バスセンターとして大多数の路線の奇襲点となっている2021年12月17日現在の 路線特別快速一番全便がワンステップ車、ノンステップ車を使用する。西鉄北九州線の廃止に伴う代替バスを発祥とする路線である。かつては旧戸端線の路線時期を補装したバス専用道を走行していたが、老朽化に伴い一般道に転換され、現在はそちらを走行している。特快十五連接バス新文字港で発車を待つ。 阪急フェリー送迎バース2021年7月31日改正で廃止。2016年7月のダイヤ改正限りで廃止。西鉄北九州線廃止に伴う代替バスを発祥とする路線である。2011年9月、北九州市営バスより用語スクールバスを受託。会社の遠隔。西鉄 M テック。2020年10月17日閲覧。 ab, 7月22日ダイヤ改定情報。西鉄バス北九州。2019年9月15日閲覧。西鉄バスっちゃ。北九州2020年8月1日ダイヤ改正情報 N u。nishitetsu-ktq.jp。2020年8月18日閲覧。ab, 平成29年3月25日ダイヤ改正について西鉄バス北九州2017年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年3月27日閲覧 AB ダイヤ改正0326西鉄バス北九州西日本鉄道2016年3月26日時点のオリジナルよりアーカイブ 2016年3月26日閲覧。時派フォーラス、前バス停名称変更について、ライブ交通、http コロンスラッシュスラッシュ w p o i t a k o t s u c o j p スラッシュインフォースラッシュ3739スラッシュ2019年10月までは3台だったが、1台 <Volt> は、 北九州空港エアポートバス専用車として、弥生が丘営業所へ転出後も一台も、北九州空港エアポートバス専用車として、弥生が丘営業所へ転出。その半年後の2019年11月には中谷営業所へ転属し、数年ぶりに復帰。特に2018年に導入された3286号車は、西鉄高速バスカラーとしては、 最後の車両として登場している。ありがとうございます。